はい、おはようございます。今日は、はい、名古屋市港区、うん、会社本社から近いですね、はい、今日は、ね、あのシール結構人気あるからシールのプライマーだね、はい、撤去が終わって、うん、テープ紙テープ貼った、はい、で今プライマーちょうど塗る時だね、はい、まあ、これ材料があるんですけど、はい、これ今から、うん、まあ、これプロっぽいけどね、おこれ30番これ塗っとるとこだね、はい、今からちょっと上行って、はい、あの塗っていこうと思います実際に。いいですね、うん、でちょっと行ってみましょうか。はい、でちょっとジャンプね。ジャンプ、いつものジャンプ恒例の。じゃあこれ行こうか、これ行こうか、ニンって言ってな。じゃあ行こうか、せーの、ニン。はい、上がってきました。はい、じゃあ早速プライマー塗りちょっとやってもらおうと思うんですけど、はい、いきなりだね、こういうのもこれ回収できないよね。そうですね、これこうやって脱がすんだ。これで全部バンド外してんだ。これあ、本当ですね。うん、結構大変だよ。よし、塗ってみようか。フィンやね。だからまた1年と、まあ、2、3ヶ月ぐらいベトナムから来てね。おお、そうなんですね。日本語も結構できるしな。ちょっとできる、ちょっとできる。恥ずかしそう。結局これさ、まだ塗ってるのはいいよ、これ、うん、大した手間に見えんでしょ、はい、これほんとここ撤去しようじゃね。あ、そっか、中の汚いこの隙間に入れて、うんうん、これもうだってこうするともうほぼ無理じゃん、うん、これ絶対取れないでしょ。そうですね、わかる、うんうん、もうこれ 指が2本入る部分がいっぱいいっぱいよ、うんうん、でこれもうほんとこの縦地のようなもんね。これ、まあ、ちょっと気をつけないな。あまりやったら折れちゃうんだけど、こう引っ掛けといて、うんうん、で逃がしてくんだよね。でもう下はこれバーって見て、うん、まあ、真ん中辺はいいんだけど、一番下と一番上がやっぱきついんだよ、逃げれんもん、うん、だからこんな感じだよね、うん、まだこれプライマー塗っとったらまだそんな手間に見えんでしょ、という裏なんか、うん、だけどこれ撤去と打つのは大変だよね。そうですね、打つのも先っぽをちょっと曲げてとかどんどんやってくんだよね、はい、あ、そうなんですか。そう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 。で次こっちだね、はい、どんどん。あ、ここはこういうとこもまあ打つんで、はい、プライマー入れできるんだ、これ。ちなみにこれプライマーって接着剤だよね、これね、プライマー。あ、まあ、これ他の動画でもよく出てくると思うんですけど、プライマーの30番、うん、N30 番で塗ってくってことですね。塗ってくと、どんどんよし、塗ってくる、塗ってくる。これは塗ると何が良かったんでしたっけ。接着剤。あ、接着剤。プラモデルと同じで、まあ、接着剤だよね、うんうん、もちろんじゃあつくんだけど、うん、油性なもんで、うん、絵の具とかでもそうだけど、で錆止めとかも結局接着剤だよね。でそれを塗ると密着、ああ密着、うん、そうそう密着、うん、これ塗らんと全然違うよ、本当にね、薄い通り、うんうん、どんどん塗ってけっていや、なかなかたっぷりね、しっかり塗って、うん、で下も見ると分かるんですけど、これ全部下養生してるんですよ。あ、本当ですね。動画でも出たと思うんですけど、だからこれ、はい、まあ、もちろんプライマーこぼしはもうえらいことだもんね。あ、下にそうそうそう、これ全部塀とか全部ついちゃうでしょ。結局まあ塗装ってまあ養生が一番大事なもんね、うん、結構がたっぷり塗っていくんだよね。これたっぷり塗らんとやっぱ密着が取れんもんね。そうですね。接着剤が大きい方がいいので。これ塗る時のコツは何かあるんですか。コツですか。先生。先生。軽く塗る。最近 YouTube で人気の先生。先生。やからこそ先生。先生どうですか。見て。軽くですね。あ、軽く塗る。あんまり押し付けると、はい、かけの先からプライマーが全部こぼれちゃうんですよ。あ、そうなんですね、はい、こぼれちゃうでね、はい、あ、せっかくハケにいっぱい たっぷり含まして、うんうん、できるだけ伸びるようにサー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 って塗っていくんだよね。あ、はい、じゃあなんかそういう、うん、ちょっと薄く塗るみたいなのがコツってこと。そうそうそう。でこれ紙テープも全部貼ってんだよ。でここはちなみにこれ今撤去してないでしょ。これは撤去しなくて大丈夫です。お、 なんでっていうとここはあの肉厚取れるから、はい、ここからもうちょっと触ったらこれもうプライマーついちゃってる、はい、ここブルって取れるから、うん、ちょっとまたさっきのところはあれでしょ、あの撤去されとったでしょ、はい、こういう裏は、うん、それで肉厚が取れないから。でここはもう打たなくていいよね。たまに打ってくれっていう人もいるんだわ、はい、もうやめた方がいいよっていう。うーん、その打たない方がいいっていう理由は何かあるんですか。そこ何外気って呼吸しようじゃん、はい、その何でもかんでも屋根でも瓦でもじゃ全部隙間埋めたらいいかちょっと良くないでしょ。あ、なるほどなるほど。そうそうそう。じゃあこういう窓周りとかはあの、うん、塗った方がいい。打ってあるところはやっぱ打 つ仕様になっとるもんで、あ、そうか、ここもともと打ってないってことですよね。これはだって外壁でかばでもう中にこんだけかぶっとるもんね、うんうん、結構な、このもほんと20から30ぐらいかぶっとるもんね、はい、打つ必要ない。あ、うん、全くもってどうしても打ってたら別に全然打つけど、うん、で打つ必要、まあ打つ必要はない。そうそうそう。まあ、これプライマーでね、でこれ紙テープ貼ってからプライマー塗って、でここから打つんだよ、後でね。ああ、なるほど。先生、はい、斉藤さん、あの増えてる負けだけどね、スピードで、まあ、いや、大人の対応で、そういうことはここ貼っとくね。対決で負けた、はい、まあ、ほんでも、自宅で2日ぐらい、ここちょっと少ないね、250m ぐらい、220m ですね、そんな感じだね、あんまり多くないもんね、はい、で、ここも、まあ、またそうだね、トイレだね、はい、
で結構新築の時はこれ後だもんでさ、だって別にそう気にならないよね、うんうん、だけどこれ撤去するの相対ね、これ上の方。そうですよね、カッターこれ全部きれいに取れとるじゃん、うんうん、だけどこれだってここにカッター入れなかったでしょ。そうですよね、うん、これ一回どかさないと取れないですよね。そう結構手間はかかってますね、うん、でこのプライマーもそうだけど、はい、こっちとこっちにいっぱいつけるんだな、はい、根元にあんまつけないよね、まあ、ついてもいいんだけどこうやって今横にしようでしょ、はい、そうそう、だって横につけていかんと、でこっち側だよね。あそう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 、だって向こう側に、まあ、別にあのシートが入ってるもんでくっついても別にいいんだけど、うんうん、要は蓋にくっついたら二面接着にならなかったから、うんうん、両サイドにしかくっついちゃいけないから、うんうん、奥にはまあこれ紙が入ってるから紙にくっつくのがいいよ、うんうん、でそれと蓋はまた別だから、うん、奥じゃなくてこのそうそう二面接着にならなきゃいけない。なるほど、うん、そこは、まあ、それこの間ちょっと喋ったんで、まあ、動画があってるかな、まあ、それもちょっともしあれだったらちょっと上貼っとくけど、はい、まあ、こんなもんか。あ、じゃあ下行く、まあね、ちょっとじゃあ下降りようか一回、ね、そうですね、はい、ちょっと下降りましょう。下降りていきましょう、はい、あ、2輪これでいいだね、ちょっと恥ずかしいけどね。はい、まあねこう、まあ、今今日プライマーの話したんですけど、はい、やっぱトイレがちょっと難しいとかね、まあ、いろんなところがあったと思うんですけど、うん、それ怖いって顔が歯が見えないね。みんな結構でもシールコメントいっぱいくれてるよね。本当ですか。うん、本当にみんな結構コメントくれて ありがたいことです。そうですね、うん、で今日も面白いなと思ったらポチしといてね、まあ、これやめてよブーは。そうですね、できれば、うん、あ、チャンネル登録もぜひ、まあ、結構今シール斉藤さんは結構出てるからね、先生は、やから先生は先生結構本当にチャンネル登録ぜひ、また結構今今日みたいなちょっと短いですけど今回の動画深い話をちょっと一個一個絞り込んでやっていこうかなと思ってますんで、はい、ぜひチャンネル登録して深い話も見てください、はい、お願いします。はい、また見てね、ニンニン。